はい、皆さんこんにちは、マナルグリビジです。では今回は提督の決断2、セガサターン版で新しくプレイを始めていきたいと思います。で、提督の決断はですね、以前ミッドウェイ回戦ショートシナリオモードプレイしたんですが、今回はですね、いよいよキャンペーンモードプレイしていきたいと思います。プレイする時期ですね、以前プレイしたミッドウェイ回戦、これ6月5日から開始するシナリオをプレイしました。今回はその少し前、同じ42年の今度は5月27日スタートのこちらのキャンペーンシナリオを始めていきます。ではまずシナリオの導入部分ご覧ください。ハワイ真珠湾の奇襲攻撃に成功した日本軍はフィリピン、マレー、オランダ領東インドを短期間で攻略した。勢いに乗る日本軍は立ち遅れた連合軍を圧倒し、連戦連勝を続ける。この大戦果に日本国内は歓喜に浮かれ、米英恐るるに足らずとする風潮すら生まれていた。これに対しアメリカ合衆国はリメンバーパールハーバーを合言葉に反撃のチャンスを伺う。初戦の痛みから回復したアメリカ軍はすでに日本をしのぐ戦力を整えつつあった。アメリカの反撃は始まっていたのである。はい、ではご覧いただきました第2の帝国プレイでプレイをしていきます。では早速始めていきましょう。では山本五十六さんからですね、真珠湾で敵空母を撃ち漏らしてしまったことによって本土に空襲が来てますよね。よってここに敵空母を全滅させるための作戦を発動していくと、これがいわゆるミッドウェー投攻略、あるいはミッドウェーでのアメリカ軍空母撃滅作戦、これを意図したものになっています。皆様ご存知の通り、ミッドウェー海戦はね、日本軍の大打撃受けた上での敗北ということになってしまったので、まずはね、ここの部分を覆すところから始めていきましょう。で、提督の決断2はですね、主に移動フェーズと戦闘フェーズ、2つのフェーズに分かれています。移動フェーズで艦隊を動かしたり補強したり増強したり、そういったことをした後に戦闘フェーズで敵艦隊あるいは敵基地、敵陸戦隊と戦うということになります。で、画面の右側のですね、ここに6つ、分かれている正方形出てると思うんですけど、これがね、天気になっています。で、その下が全体マップです。では早速ですね、見ていきましょう。まずは今の作戦ですね、作戦の概要。で、上に勝利条件、これはゲーム自体の勝利条件ですね。で、その下、作戦目標と出ていて3つあります。1つ目、ポートモレスビー占領、これは陸軍海軍共同の作戦になっています。で、2つ目、重慶、これの占領、これは陸軍単独の作戦ですね。そして3つ目がミッドウェイ、ここは海軍単独の作戦になっています。なので、我々が担当するのが海軍の操作になりますので、1番のポートモレスビー、そして3番のミッドウェイ占領、この2つ達成できるようにまずは軍を動かしていきたいと思います。では続いてですね、戦力の確認をしていきましょう。戦力の確認なんですが、まず艦隊ですね、第1艦隊から第16艦隊まで編成できて、今その第16艦隊まで全て編成済みという状況です。で、第1艦隊、ここはですね、詳細は割愛しますが、山本五十六さんが艦隊の司令長官になっていて、戦艦大和、陸奥、金剛あたりが配備されている戦艦の戦隊です。そして第4艦隊、第5艦隊、これがいわゆる機動部隊、第4艦隊には空母赤城、加賀で、第5艦隊には空母飛龍、蒼龍という艦隊編成になっています。で、あとですね、お話ししておく点としてはですね、第15艦隊、井上さんの第15艦隊がトラックに入っているので、ポートモレスビーの攻略のためにこの井上さんの第15艦隊、これを動員していこうと思っています。続いて航空隊ですね、ここも見ておきましょう。航空隊はですね、呉、硫黄島、上海、サイゴンと出てると思うんですけども、各基地に配備されている航空隊になります。で、早速なんですけども、ラバウル、ポートモレスビーに近いラバウルに今7個の航空隊入っていますので、これ増強します。ポートモレスビーは今ちょうど出てますけど、ここですね、ここがポートモレスビーで、ラバウルがここです。で、ラバウルには
割と大きな日本軍の、ね、航空基地ありますので、ここの増強を行いましょう。50です。で、第二飛行場に一式の陸攻20機追加で配備しましょう。予備数がね、96式の艦船、まあ、旧式化したものになりますけれども、これに冷戦の21型、99の艦爆、97の艦攻、96の陸攻と一式の陸攻が陸上タイプのものになっています。まあ、なので、陸上基地に配備するときはできるだけね、陸上タイプのものを配備して、空母には、艦載機をね、重点配備をしていこうと思います。で、何を操作するにも、提督の決断2は行動力必要になります。で、補充した場合は行動力全部使い切ってしまうので、今、画面の右上8分の0と出ていますので、このラバールの航空基地に対する操作はこれで終了ということになります。まあ、何をするにもね、行動力使えますので、ここはしっかり、カバーしていきましょう。続いてですね、陸戦隊の方も確認をしていきましょう。で、陸戦隊の方は今第1陸戦隊と出ていて、最終的にはね、第16、第19ですね、陸戦隊の数が19、編成できます。陸軍はもうちょっと多いですね。で、これもクレから始まり、ミッドウェー攻略のために今第17から第19の3つの陸戦隊がミッドウェーに向かっています。で、ポートモレスビー攻略するためにはですね、我々の陸戦隊だけで占領する必要があるという部分も出てくるので、ここはですね、まずトラックに入っている陸戦隊、もしくはパラオに入っている陸戦隊、どちらかを使ってですね、ポートモレスビーの攻略を行っていこうというふうに思っています。では艦隊の操作を行っていきます。まず第一艦隊からですね。第一艦隊なんですが、もう物資が全くない、今 19% で出てると思うんですけども、こういう状況では出撃できませんので補給を行います。で、補給にはですね、物資の補給と、あとは空母の場合には航空機の補充もできます。ヤマトが入っている第一艦隊は空母はいませんので、物資の補給 100% 行っておきます。同じようにね、他の艦隊も補給を行いましょう。で、続いて空母の入っている南雲さんと山本さんの山口さんの第5艦隊ですね。ここはですね、同じ補給でも艦載機を補充していきます。艦載機はね、1機でも多い方がいいので、今赤城がですね、マックス艦載数が91に対して70、一方加賀の方が90に対して80という状態なので、これをね、マックスまで増やしていきましょう。新規配備から、やっぱりね、ここは観光21配備します、20ですね、配備していきましょう。で、この後ですね、艦装も行います。艦爆には爆弾を、観光には雷撃を行えるようにしておきましょう。では同じように赤城、加賀、飛龍、蒼龍に航空機の補充を行っていきます。では補充を終えましたので、続いてですね、各艦隊を移動させていきます。まず第6艦隊からですね、委任されているものは一旦全部解除します。委任しておくとあんまりいいことはないかなと。で、陸地は当然通れないので、少しこのコントロールが難しいんですが、移動させていきます。こんな感じで移動していきます。で、まだミッドウェーまでは遠く、敵艦隊も動いている状況ではないと思われるので、ここは全速前進していきましょう。同じく第7艦隊もですね、同じように移動を行っていきます。移動も行動力を消費して移動していく、そういう操作になります。で、その他ですね、第8艦隊以下も同じように操作を行っていきましょう。では日本近海に展開している艦隊のですね、操作、移動ですね、これを行いました。で、続いてですね、冒頭でお話した井上さんの第15艦隊、これをですね、一度パラオに移動して、パラオで陸戦隊を収容後、
ポートモレスビーの方に出撃を仕掛けていこうかなと思います。なので、まずこれをね、物資を補給した上で、ファラオにまずは入っていこうと思います。続いて潜水艦ですね。潜水艦は一足先にですね、ミッドウェー近くに展開してますので、敵の艦隊の動きを察知するためにですね、このままミッドウェー近海で偵察、これを続けてもらいたいと思います。はい、これで移動フェーズがね、完了しましたので、戦闘フェーズに移行していきましょう。で、敵の艦隊を発見。巡洋艦が2、駆逐艦が6。美薬基地方面に向かっている場合。この艦隊はじゃあ、ちょうど増強した。ラバウルから攻撃を行っていきたいかなと思うんですが、肝心のラバウルまだ乾燥が済んでないですね。ちょっと迂闊だったかな。まあ、美薬陥落するわけにはいかないですからね。これは日本陸軍の戦闘です。我々の海軍は、陸上部隊は陸戦隊という表示になります。では早速ですね、ラバールの方を見ていきましょうか。ここに敵の艦隊がいますね。第5艦隊がいるという状態か。まだラバールの航空隊の攻撃の範囲にはなってますね。まあ、ただし、乾燥が済んでいないのでどうにもならないな。艦爆は爆走、艦砲は魚雷を積みます。これが終わってからじゃないとちょっと出せないかな。で、終わったのでこの後ですね、空撃の指示を出していきましょう。で、同じくですね、上枠の方も航空隊の艦装を行います。移民は一旦解除。これね、空母戦機だとね、また動きが変わってきていて、今爆走から雷撃、あるいは、無装備から雷撃っていう形で変更を行っていますけども、これを行うのにもね、時間が当然かかるわけなので、すぐに攻撃に出れないんですけども、空母戦機と違って低毒の絆はね、ここは少しプレイヤーに優しく設定されていて、すぐに、行動力さえあれば攻撃に移れます。実際ミッドウェー、海戦の時はね、その雷撃から爆走、爆走から雷撃みたいな形で変えている時間に、敵のね、空母から発艦してきた攻撃隊に空母が攻撃されてしまったというのもあったようなんですけども、ゲーム上ではね、そのあたりの心配は少し少ないかなと思います。では、いよいよミッドウェー島攻略の部隊ですね。これも出撃させていきます。第1艦隊から第5艦隊まで呉から出航です。では、第1艦隊からね、第5艦隊まで一様に出撃をさせていきます。で、第4艦隊、第5艦隊の方なんですけども、先にですね、空母、ここのですね、艦載機、これの確認も先に行っておきましょう。では、呉に入っていた第1艦隊から第5艦隊までは出航しましたので、残っている艦隊ですね、これもミッドウェーの方に移動をさせていきましょう。で、先にですね、この第9艦隊、近藤さんの第9艦隊なんですけども、ここに入っている随砲の艦載機、これ、艦砲いるので、これを魚雷に変えておきます。これ忘れるとね、結構悲惨なことになるので、忘れないうちにね、気づいた時に早めに設定変更を行います。では、これでミッドウェー方面に一応に移動させていきます。続いて、第15艦隊ですね。トラックに入っている第15艦隊、これもですね、移動させていきたいと思います。で、これをまず陸戦隊ですね、第15艦隊の第1輸送船団に乗せます。で、さらにこの上で第15艦隊はパラオに向けて出航します。で、パラオでさらに陸戦隊を乗せて、
ポートモレスビーを目指すという進路です。はい、では移動フェーズを終了してですね、この後戦闘フェーズに入って、まず、ラバウル近海に出現した敵の第5艦隊、これを壊滅させるように動いていきたいと思います。復讐を占領。これは陸軍ですね、動きとしては。では戦闘フェーズです。まずは敵の艦隊をね、確実に沈める、仕留める。おっと、見えなくなっている。そしたら索敵を飛ばしましょう。必ずいる。発見したね。早速発見したこの艦隊、全機発進。そしてこの第5艦隊を沈めましょう。で、一応ですね、まあ、念には念をということも兼ねて、このウェイクからもですね、航空隊、空撃隊、全機発進で攻撃を行っていきます。で、残りはね、まだ敵艦隊と接触していませんので、このままミッドウェー島方面に進撃を行っていきましょう。このままずっと右の方に行くとね、敵の基地ミッドウェーが見えてきます。まずは敵の戦力を少しでも削るという意味において、敵の第5艦隊をですね、基地航空隊で壊滅させましょう。で、このあたりの戦闘の操作に関しては、前回の動画で一通り見ていますけども、今回ね、初めてご覧になられる方もいらっしゃるかもしれませんので、最初はね、きっちりやっていきましょう。まず、委任。これはもう完全にコンピュータ任せですね。で、目標というのは、どの艦を目標にするか。で、個別は個別指示です。で、今回個別指示でいきましょう。まず、これはですね、冷戦の21型なので、特に何も装備していないですね。なので、まあ、どこを狙ってもいいかなというところです。まあ、右舷、左舷、どっちから入るかという選択がありますが、ここは一応に右舷から入っていきましょう。まあ、ここはね、爆弾も積んでなければ、魚雷も積んでいませんので、機銃相当というやつですね、いわゆる。同じくこれも、機銃相当していきます。左舷、右舷は攻撃を集中させた方が、沈めやすいですね。じゃあ、ここからですね。96の立航です。これ、魚雷積んでます。目標は、ノーザンプトン型の従順。これを、左舷から攻撃していきましょう。魚雷を当ててくれれば、撃沈も可能。魚雷投下。もう水柱が上がってるということは命中してくれたかな。魚雷2発命中。撃沈まではいかなかったですね。まあ、ここはもう仕留めましょう。同じく左舷から入ります。確実にね、一貫一貫沈めていきましょう。よし、撃沈。続いて意識の立候補。ウェーバックからの攻撃隊の攻撃は終了ですね。続いてラバウルからの攻撃ですね。失礼しました。じゃあ同じようにね、ラバウルからの攻撃隊、これで敵の第5艦隊を攻撃します。で、アストリア型の従順撃沈。で、クレイブン型の駆逐艦3隻を撃沈してます。で、
残り駆逐艦3隻に輸送船が残っている状態です。これ次のターンで壊滅させたいですね。で、ここは陸軍ですね。12師団より報告、中国軍第1師団に対して攻撃を開始という内容です。まあ、陸軍の方はね、我々の方で操作は一切できませんので、まあ、お任せするという形です。では、移動命令フェーズには戻ってきました。ここにいる第5艦隊は次のターンで確実に仕留めたいですね。では、艦隊の方を移動させていきます。第1艦隊から、第12艦隊まで動かしていくんですが、ミッドウェイがここなので、まだ全速前進できるかな。敵の艦隊の位置、把握してませんが、おそらくまだこちらの方までは移動してきてないと思います。で、全艦隊移動させておきます。はい。第1から第5艦隊ですね。前回、クレから出撃した艦隊も動かしました。で、空母、赤城、加賀、飛龍、草龍は、それぞれ艦爆は爆弾を、艦攻は魚雷を積むように設定の変更も行いましたので、万が一敵と遭遇してもね、すぐに発艦できるという状態にしてあります。では、続いて、井上さんの第15艦隊ですね。これ、パラオに入れて、その後、ポートモレスビーの攻略に向かってもらいたいと思います。パラオに寄港、パラオで陸戦隊を積みます。ではこれでねターンを進めていきましょう。確実に敵のね第5艦隊、これをラバウルの航空隊で壊滅させていきたいと思います。まだ敵の位置しっかり見据えてるね。これであれば確実に壊滅させることができるはずだ。全艦、全機かな、出撃していきます。ミッドウェイの方の作戦はもう少しねミッドウェイ島に近づくまで時間がかかってしまうかなとは思います。ここも空撃で仕留める。で、少し気になっているのが、トラック近辺で、まあ、敵のね、艦隊が出ていないかどうかというのが少し気になるので、ここは解除してですね、索敵をしっかり行っておきましょう。だは、キリンのため、索敵負荷が。はい。では、これでね、時間を進めて、まずは敵の第5艦隊。これの壊滅。上枠からの航空隊が先に到着してます。残りの駆逐艦の数は3隻だったと思うので、これでね、仕留めましょう。続いてラバウルからの攻撃隊です。はい。これで駆逐艦撃沈、輸送船団も全滅させました。まずまずの成果ですね。あとはラバウルからポートモレスビーまで、基地航空隊の攻撃機が到着できるかですね。爆走したものが。それは次のターンで確認しておきましょう。できれば、基地航空隊のね、航空隊出して、井上さんの艦隊と連携して、効率よくポートモレスビー、ダッシュしてもらいたいですからね。では、また移動命令フェーズに戻ってきましたので、確認していきます。では、各艦隊動かしていきましょう。先行していた艦隊とですね、後続の艦隊で少し距離が出てしまっているので、やっぱりね、集団で向かっていく方がいいかなと思うので、ミッドウェイに到着する前までに、残りの艦隊ですね、第1艦隊から第5艦隊までと、先行している艦隊の距離を少し縮めるように、先行している艦隊のね、移動速度を少し緩めたいと思います。
はい、ではミッドウェー島を攻略している部隊ですね。これは移動命令を終えました。なのでこのまま向かってもらいます。で、できるだけ早いタイミングでね、ミッドウェー島の攻略と、ミッドウェー島の攻略始めていければと思います。で、続いてパラオに入った井上さんの第15艦隊ですね。これに入っている第11陸戦隊、これを一度第15艦隊の井上さんのところに乗せてですね、その上で艦隊出撃していきましょう。ズバリポートモレスビー攻略 MO 作戦ですね。で、ラバウルの航空隊とポートモレスビーの攻略を一緒にね、やってもらおうと思っています。では少しね、時間長くなってしまいましたので、一旦今回はね、ここまでにさせていただいてですね、次回この続き、ミッドウェー、そしてポートモレスビー、攻略をね、進めていきたいと思っていますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。